武田信貞は、戦国時代の武将、江戸時代初期の旗本、油川信貞とも、父は油川信次、もしくは武田信玄の逸尾、西名森信。陽名は、勝松、通称は玄兵。関西重州諸家婦によれば、妻は、大井虎正の娘で、信貞の子には、油川信忠がいる。父とされる油川信次は、改収後、武田信政の子。 油川信恵の子孫で、新江が、栄翔5年に滅亡した後に生き残った、油川信友の孫にあたる。関栄書家系図伝によれば、油川信次は、天正3年5月21日の長篠の戦いにおいて討ち死にしたとされるが、西名森信の子孫が作成した、正徳2年の八王子新章院、甲治公有書の控えでは、長篠合戦以降も存命し、 天正十年三月の武田氏滅亡後に、西名森信の次男、武田信貞を保護したとする遺説を記している。武田氏滅亡後は、天正神後の乱を経て会を領した、徳川家康に仕官し、治三十八官分を安堵された。関ヶ原の戦いにも東軍に属して参陣し、大阪の陣では、伏見城財番を務めたという。官営二年十月には、武蔵国続き軍、 カズ国派入軍、武者軍に350国を与えられたという。関英伝によれば、関英三年に70歳で死去したという。信貞の没年に関して、関政重修書家府では去年を今の定府55と記し、これは武田武行人の上縁と法名が一致することから、同一人物である可能性が指摘される。上縁は武田家の武行人で、長篠の合戦以降に、 寸東軍東部において活動している所見が見られる。上縁が信沙田と同一人物である場合には出家していたことになり、父、油川信治の着難が流しの合戦で戦死し、仏門に入っていた上縁が減続して油川家徳を継いだ経緯などが考えられている。また、八王子新商院、甲治公有一書の控えの所蔵者は、 加減文書と菩提寺の潮流寺過去帳をもとに系譜を作成しており、これによれば信貞は、官営3年6月28日に、去年50で死去し、法名は、かついワイン伝承信、上縁故事としており、明日は数日異なっているものの法名の上縁が共通することが指摘される。また、歓政3年に死去したとする説から、少年は、天正5年となり、 西名森信と親子としては、世代的に矛盾がないことが指摘される。子孫は、明治時代に、兵庫県に移住し、地を受け継いでいる。ABCDEFGHI 丸島、P52ABCD 丸島、P53 丸島、P383 から384丸島、P384 丸島、ピアニッシモ、52から53。ありがとうございます。